こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、高山風月、元城主なしです。大自然は元来誰の所有物でもないということ。患者はすなわちこれ主人なりと続き、しかしながら大自然の中に干拠しているものは、これを我がものとしているという、もちろん所有権や居住権を言うのではない。天地と一枚になれば、すべてが自己の中に収め尽くされて自己と同一になり、宇宙健康の主となることを言います。随所に主となるの境界です。無一物に徹すればかえってすべてが開けてすべてをその中に包含するようになる。その意をとって高山風月の主人とも言います。それでは今から高山風月のと城主なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。